ミーキャンプ。キャンプです。今日は使わなくなってしまった商品5選行っていきたいと思います。このバッグになるんですけど、このバッグが悪いわけじゃないんですけど、最初から徒歩キャンプの予定でいたんですね。で、このバッグ自体はこう足じゃないコロコロがついているので、こうコロコロするのにいいかなって思ったんですけど、結構重量もあって、持つ時にこう今だからこう結構ひょいひょい持てるんですけど、十何キロいろいろ詰まってるともう結構実際持てなくって、一番最初テントの試し張りに行った時に入れて持ってったんですよ。そしたらバスに乗る時、地面からバスに乗るまでの段差ありません？あそこで私はこれ持てなくて、本当死ぬ思いでなんかグワーってやったことがあって、そこから持ち手の高さがかなり高いんで、女子だとちょっとね大変だなと思って、そこからキャリーカートにしました。キャリーだとだいたいここら辺に持ち手があるんですよ、キャリーカートだと。なのでこうグイって持って自分の力だけで持てるので、バスにもスイスイ乗せられるっていうメリットがあります。使わなくなってしまって今お家で一番端っこにいるので、なんか悪いことしたなっていう意味合いで出してます。機敏にかけると変色したりとかしてしまうので使うのを避けていて、今焚き火缶っていうのをメインで使っているので、そういう意味では初期の頃以降あんまり出番がないクッカーだなと思ってます。いつも持ち歩いてる焚き火缶 S です。こんな感じでカバーついたもの、ボディ缶を入れてます。高さ的にはそんなに変わらないしなんですけど、やっぱりなんか焚き火でご飯作れたら一番いいなっていうことで、めっちゃスースーついてる、スースーつけてるから仕方ないんですけど、焚き火でご飯作りたくなるじゃないですか。なのでこっちの方がガンガン焚き火にかけられるっていう、それだけなんですけど、そういう意味で、まあ、時期的なものも寒かったんであるかもしれないけど、こっちの方が焚き火にあんまりかけたくない、私はあんまり変色とかしてほしくないので使わなくなってしまったっていうクッカーになります。メスティンです。メスティンは使わなくなってしまった理由で言うと、黒メスティンが出たからっていうのが一番のポイントです。やっぱりこびりついたりとかするとその分うるかしたりするのに時間かかるじゃないですか、お米とかこびりついたものを。それがとても苦手なので私はあんまり使わなくなってしまいました。煮込み系だったら焚き火缶で、フライパン代わりだったらもうアルミのスキレットを持っていくことがメインなので、余計にメスティンを使わなくなりました。なんかご飯炊いたりとか、なんかメスティン料理っていうのだと、もう黒いメスティンを持っていくことが多くなりました。これはめちゃめちゃ使ってそうに見えて、1回のこの焚き火で焼き鳥をしたことがあって、そこで変色いたしました。なのでこんな感じです。これです。私ホットサンドすごいキャンプ始めの頃やりたくって、最初の方にホットサンド食べたいなって思って動画にも載せてるんですけど、これは1枚でホットサンドが作れてしまうというものになります。こんな感じです。最初からソロキャンプの予定でキャンプ道具購入してたので、パン2枚とかそんな簡単に食べれないなって思ってこれを購入したんですけど、今思うと買うんだったら
通に2枚の一般的な四角いこういうやつ買っておけばよかったかなと思っています。理由としてはあれだったらフライパン代わりとかにもできたり、いろいろ肉まん挟んだりお好み焼き作ったりできるなと思って、これでもできるんですけど、やっぱりなんですかね、難しい、三角って結構やっぱり難しいなと思ったので、どうしてもホットサンド1枚でずっと食べ続けるっていう自信がある方以外はあんまりおすすめしないかなと思ってます。この重量が結局 500g あるからあるんですね。なので徒歩キャンプだとその 500g も自分で背負うっていうのを考えると、あんまり持っていかなくなってしまうっていう意味でこれを選びました。以上です。一番最初にソロキャンプに行った時に持って行ってたものです。 1.3 キロぐらいのミニ焚き火台で、こんな、これ最初に可愛いと思って、なんかこういう一番最初四角い焚き火台とかなんかそういうのに憧れてたんですね。私個人的にはじっくりお酒飲みながらちょびちょび食べたいので大きかったかなと思ってます。だったらあのヨーラとかそっちの方が今使ってるんですけど、使いやすいので、例えばお姉ちゃんと2人でキャンプに行くんだったら、でなんか焼肉って言われたらもうこれに炭たくさん入れてって思うんですけど、ソロだったからいいかなっていう感じなので、この子が特別悪いとかそういう話じゃないです。こんな感じです。今回の商品5選、いかがでしたでしょうか。私は基本的に徒歩キャンプで自分が背負うので軽量で、でかさばらないとか持ち運びしやすいがメインだったので、こんな感じでしたなので、あとは汚れが落ちやすいとかそういうのも含めてですけど、もし参考になったら嬉しいです。他にも逆にこういう商品あんまり良くなかったなとか失敗談とかあったらコメントで教えてくれるととても嬉しいです。私も参考にさせていただきたいので、もし皆さんの失敗談とかそういうのがあったら共有、コメントで共有してくれるととても嬉しいです。最近どうでもいい話します最近肌荒れがすごいというか、てか今日動画撮ってて自分の肌やばいなって思ったんですけど、花粉症です薬は飲んでるんですけど、この時期は毎年肌荒れしてしまうので、ちょっとお見苦しい顔をお見せしてしまったかもしれないですが、ご了承くださいすいません。また今週もいつもの道具たちを引き連れてキャンプに行ってきたいと思います。楽しんできます。ご視聴ありがとうございました。参考にしてもらえるととても嬉しいです。ありがとうございます。またね